この時間はサウジアラビア対日本、こちらをご覧いただきます。このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。キックオフです。サウジアラビア対日本、エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイドを紹介します。右側が日本、対して左のエンドを守るのはサウジアラビア。ここで前を向けるか、吉田奪います。さあここから持っていく、さあ左サイドへ、大迫裏へのスルーパス、南の、いやー、サウジアラビア、ここはクロスはフリーでしたけどね、ちょっと抑えが効かなかったですね。大きく縦へ、富安流れを止めます。吉田、ここはいいプレスで奪います。ここでファウルがありました。南野、堂安へ、さあ繋がるか、南野、スルーパスを狙う吉田、ここはカットします。橋本から大迫、ここで収まる。長友から大迫、大迫から堂安、さあどうする、日本ここでファウルをもらいます。前半この時間帯、両チームともにまだゴールは生まれていません。酒井、ここは競り勝ちます。酒井から大迫、スペースを狙う、いいボールでしょう。堂安、どうだ、頭、南野、お互いの意図、完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。後ろの人間がどんどん出てくるという形をうまく作れてますよね。日本、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。裏へ届くか、裏へ抜けた、日本奪い返します。南野、絶好の位置で受ける、こぼれてますよ、キーパー前へ蹴り出します。ボールの奪い合い、激しいものがあります。またファールか、イエローカードです。柴崎からのパス、これはつながりません。これはファウルでしょう。おっとここでカードが出ます。
プレスからボールがこぼれる。裏を狙う。手を使います。この辺は人に対して厳しくいってますよね。橋本、さあ一人で持っていく。大迫に渡る。中島、こぼれた。あっとオフサイドになります。前半31分が過ぎたところ、長いボールを送ります。吉田、ここは読んでいました。このゲーム両チームここまでまだスコアレスの展開です。激しいボールの奪い合いです。縦へのボール、中島から吉田、これ仕掛けるか。スルーパス、どうだ。フリーだ。シュート。裏のスペースを狙う。これもファウルですもんね。サイドを使います。撫でるようなボールタッチ、ここでファールがありました。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。前半終了間際ビッグチャンス、どこ狙ってきますかね。スルーパスを出す。いいボールですね。柴崎、自分で行く。さあシュートに行けるか。シュート、惜しい。柔らかいパス、ここで前半の45分が終了しました。まだスコアレスです。さあ前半が終わりました。日本としては終盤にかけて非常に攻勢をかけてましたよね。この調子のまま後半に入っていけば得点が動く可能性は十分にありますね。サウジアラビア対日本、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。引き締まったゲームになってますけど、終わるとは思いませんよね。はい、ミドル、南野がここから狙っていきました。いや思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。
日本としては中盤はほとんどスペースを与えないっていうところが見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。橋本から堂安、堂安、ここは間合いを取る、枚数いる、中に南野シュート、これは素晴らしい反応でした。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ日本入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。安西から吉田、スペースを狙った、仕掛けるか、来た、かわす、酒井、いいプレッシャーです。サウジアラビアとしては、まあ、そのまま突っ込んでいくか、溜めを作って味方を使うかというところでしたけどもね、強引にドリブルでいきましたね。来た、シュート、いやー、先制日本、ようやく均衡を破ります日本。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックですよね。さあ日本1対0先制しています。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。そうですね、スルーパスを狙う、いいボールだ、安西、キーパーから前線へ、日本ここもしっかりディフェンスしました。堂安、裏を狙っていきます、来た、これはさあ、シュート、いやー、弾いたボール、来た、追加だ、日本これで差は2ゴールになりました。吉田、キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。キーパーファンブルを視野に入れたポジショニングセンスが光ったゴールですよね。完全にイメージしていたから、今のは落ち着いて流し込みましたよね。さあ日本得点を重ね2対0という展開。いや止まらないですよね、この勢い、はい、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、もうプラスに働くチームなんですよね。そうですね、長友対応します、素晴らしいパス、堂安、ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。日本としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。激しいボールの奪い合い、柴崎から吉田、ボールのここのパス、橋本、裏を狙う、これはどうだ、打った、シュート、決まった、追加点日本、試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。吉田、北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないでしょうかね。出してと受けてのタイミングがバッチリでしたからね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたので、こういうゴールが生まれましたよね。吉田、今日2点目です。サウジアラビアはベンチに動きがあります。
さあ日本フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。立て続けですからね、持ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。シュート止めた。日本が交代の枠はまだ2つ残しています。堂安、体を張ります。堂安から大迫、橋本から大迫、裏へ出るか、さあ抜けた、シュート、うわー、これはキーパーナイス対応です。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどもね。好セーブを見せました。今日これが初めてのコーナーキックです。酒井シュート、決まった、追加点、日本全く手を緩めません。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。酒井、ボディバランスですよね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。さあ日本、現在圧倒的な強さを見せています。いや、このチームのポテンシャルですよね、はい、もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で、選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。そうですね。日本は選手を変えるようです。南野がかなりきついプレッシャーを受けていますが、北澤さんどうご覧になりますか。まあ一番シュートを打っている選手に対してのマークという認識ですよね。マンマークと違ってゾーンで寄せていますからね。そこまでべったりでなく、チーム全体で彼を意識するイメージだと思いますけどね。南野、チャンス、大迫から寄せ、シュート、シュートはジャストミートしています。バットからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すというね、そういった意思が感じられますよね。サウジアラビア、今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。あの形からのフィニッシュは一点ものですよね。シュートミスをしてくれて助かりましたね。ちょっと集中力が足りないかなと思いますね。日本はこれで交代枠を全て使い切りました。柴崎、流れを止めます。このボールはつながりません。激しいボールの奪い合いです。裏を狙っていきます。フリーで受ける、シュート、シュート、ボールはクリア。南野、審判流しました。伊藤、これはファールです。イエローカードです。日本、今のでイエローカード2枚目となりました。いや、こういった一つのね、あのプレーによって状況変わってきますからね。激しいものがあります。倒されます。スパイクを見せてスライディングしたかのように見えましたが、注意に終わっています。
このボールには合いません。激しいボールの奪い合い、さあここでカウンター、ボール入るか、勝負なし、日本落ち着いて時間を使います。スルーパス抜けた、長い、来た、抜けてくる、さあどうだ、来たが、ミドル、なんと止めた、危ない、中に合わせてくるか、足元大事に行きます。これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。日本としてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。これはキーパー、酒井、サイドを縦に走らせます、クロスが上がる、こう枚数いたので危険でしたね。まあクリアが精一杯ですよね。スルーパスを出す、長いボール縦へ、長友、ここは読んでいました。柴崎、いけるか、どうだ、シュート、左にされます。スタートしたところで長い笛です。4対0、日本一方的な勝利、結局相手を寄せ付けませんでした。さあ北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。日本としてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。そうですね、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。日本が4点差をつけ完勝しています。